おはようございます。1日2日3日です。今日はですね、代々木公園に来てるんですけど、インターバルトレーニングをやりたいと思います。最近ですかね、ジョグは大事、ジョグは大事ってよく言ってると思うんですけど、まあジョグもちろん大事なんですけど、強くなるためにはインターバルトレーニングも必要です。なんでインターバルトレーニングをやるかっていうと、もう高い心拍数で長い時間維持するためにインターバルをします。そうするとね、高い心拍数の時間が長くなるとやっぱトレーニング効果が高くて心肺機能の向上につながるので、インターバルトレーニングをやります。で、今日はですね、まあ、基本の一番やりやすいかなと思うんですけど、 1000m 7本いきます。ペースはですね、3分10秒ぐらいでやろうと思ってて、間が 200m ジョグで、と200ジョグは70秒ぐらいかな。まあそんな気にせずゆっくりやります。そう、3分10秒っていうのが、まあなんで決めてるかっていうと、だいたい僕の1万メートルのレースペース、うん、今行け、いつか1万メートル行けって言われて、何秒で走れるかなって時に、まあ31分ちょいかな、40ぐらいかなみたいな感じで決めました。まあ多分そのぐらいになってると思う、そのぐらい走れると思うので3分10でやります。で、そこのなんか攻めすぎないところというか、まあしっかり7本は絶対こなせるようなペースで、で余裕があれば少しずつ後半勝手に上がっていくと思うので、上げようというか、上がったら別にそれで OK で絶対落とさないようにしたいなと思います。で、今日はですね、スペシャルゲストがいます。陸上界のガーシーこと高橋宗志さんですね。はい。復帰するんですか、現役復帰。うんうんってうなずいてます。今日クリスマス前なんですよ実は、うん、今日撮影日が23日、クリスマス前日。なんとですね、この土日ね、なぜか空いてるんですよ。1日24、25、あの丸1日空いてて、ちょっとどうしようかなって迷ってるんですけど、まあ、予定が埋まる予定だったんですよ。結局3日間多分ランニングの予定しかないです。あのインターバルジョギング、ジョギング。素敵なクリスマスですね。はい、クリスマスも走って幸せです。はい。でも年末年始はね、予定が今回埋まりそうです。皆さんには発表できるんですか？いや、でもちょっとそうプライベートの話なんで、ちょっとあんま言えないかもしれない。ちょっとまあ詳しくはあの陸上界のガーシーこと宗志に聞いてください。あの DM したらたまに返してくれるらしいよ。みつかさんってどこの子で飲んでる見ましたみたいな。俺が見つけた報告を宗志さんに言ったりするらしい。ということで早速今日はインターバルトレーニング楽しくしっかり練習して、まあ1月2月 の大会に向けて準備をしていきたいと思います。今日はインターバルトレーニング、やってみよう。あ、そう、1個話したいことがあって、やってみようってさ、いつもやってるじゃん、うん、あれみんなね、コメント欄でやってみようって言ってるから、正式にはです、和音のです。以上。宗志さんは最近めっちゃモテたくて、うん、ランニングまた再開してるよ。奇跡の4日連続走ってる。すげえ。そう、えら、はい、両足シンスプリントだ。両足シンスプリント。でもベルトの穴が1個縮んだらしい。え、早っ。もうすぐ。しかもね、見てこの服俺の。いつもめっちゃ誘ってる、うん、あの、なんちゃ走りましょう走りましょうで、ジョグを全部付き合ってもらって、俺こう見えて意外と友達いないよね。あの知ってる、あ、知ってる。あの普段外にもあんまり出ないインドアなんだけど、唯一宗志さんがいたら出るかなって。これで箱根駅伝区間賞だからね、これでとか言っちゃった。これでも面影もない。何年、何年の何区区間賞でしたっけ。え、何年の何区区間賞。恥ずかしいからやめろよ。じゃあちょっと今からあの 1000m スタートですね。だから動き作りして、流ししてスタートします。はい。何してんの彼女。やってる。え、でもクリスマス何してる、何するんですか。ちょっと言えないかな。何も相手だろ、絶対相手だろ。じゃあ行きましょう。行きますか。はい、行ってきます。9、バッチリいい感じですね。もう最初からずっと行ってやった。だから間はジョギングでつなぎます。はい、止まってないよ。お、3分10。いや、すごい。うおー、全然くれてありがたいけどね、すごい恥ずかしい。でたまたま休日やから
めっちゃいるね。そうですね、人が、人がめっちゃ多い。さあ、もう行きます。3分8最初3分できつい、喋れない3分8今のミスったこう最初が500が、うん、ちょっと上りなんやけど、うんうん、それはちょっと早かった。おお、最初ちょっと突っ込んじゃった。突っ込んじゃった。まだダメだ。3分10が慣れてない。うん、はまらないですよね。そう、自分のペースに慣れてないから、ちょっとリカバリー伸ばしてでも、3分10を今なんか8割でこなしてる感じなんやけど、うん、7.5 割でこなせる感覚にしたいから、ちょっともう一個余裕持って走るようにちょっと意識します次。3分12でもいいやぐらいで走る。ちょっと意識しちゃった。高校生、うん、柔道か野球部みたいな集団がいて、うわ、三ツ矢だ三ツ矢だって言ってついてきてたから、ちょっと意識して上がっちゃった。三ツかな。あと2本、ここも行きます。はい、しゃ。3分6速くなってる。ああ、どんどん速くなってます。ダメだ、悔しい。役に落ち着かせられなくて悔しい。やっぱ楽に10が維持できない。ちょっと上げた方が楽だなとか、うん、思っちゃう。たまんない。上げた方が進む。そうそうそう、10で支えたい。あとは自分が気持ちよく、はい、前半しないところで終わりたい、はい、ラストじゃん。ありがとうございます。やった、元気出た。58、ありがとう。頑張ってください。ありがとう。2分58。すごい、なんかみんなついてきてくれた。楽しそうでしたね。楽しかった。おかげで自然とペースも上がって、いや、楽しくやれた。最後一番楽やった。で、最後やっぱ200ジョグして終わります。はい、なんかこの200ジョグの理由なんだけど、こうジョグが大事ってよりはジョグできるぐらいの余裕を持って終われたね。うんうん、バタって倒れないように、はい、いつも全部ジョグ終わりにしてます。よし、いい練習できた。無事に終わりました。お疲れ様でした。めっちゃ嬉しい。いい練習でしたね。いい練習、こんなできると思わなかったし、こう一緒にこうたまたま同じ練習場所だった市民ランナーさんたちからなんかみんなで声かけ合って、ちょっと僕3分10は喋れんかった。でもなんか充実感やばい。いい練習できたし、うん、楽しくみんなやれたし、あとは帰りちょっとダウンジョグして応援してもらった分、ちょっと応援司会して帰りたいと思います。次は年明けハーフマラソンか。ビヨンド、ビヨンド、あ、ビヨンドだ。来週ビヨンドだ。ペーサーしっかりするので皆さんのサポートしたいと思います。で、自分のレースが1月初めの枚方ハーフマラソンからの博多島、はい、はい、博多島、博多島と大分、あ、大分の陸上教室だ、はい、の4周目最後は空いてる結婚式。あ、結婚式、先輩の結婚式。ちょっとそういうのも大事なので
普通の生活もしますちゃんと社会生活しなきゃということで今日の動画はこれで終わりです。この 1000m7 本とかはちょっとこうジョギング慣れてきた人のインターバルの最初のトレーニングとしてやりやすい練習で、 1000m まずは3本とかからゆっくり、まずはねペースを上げていくのも大事なんですけど、しっかり量を確保すること、ちゃんと後半絶対落ちないペースでやインターバルをやりきりましょう。ジョギング、そうね、週に3、4回やりだしましたって人は週に1回ぐらいこれを入れてもいいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん試してみてください。ということで今日ミツカ頑張ったなって、ちょっとインターバルトレーニングが参考になったなって人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。僕の頑張る源です。ということでまた次回の動画もぜひ見てください。じゃんけんポン、うふふふふふ。